松戸市より NHK をぶっ壊す。本日2022年の3月7日、時間は夜の6時38分になります。はい、ちょっとね、我が家ごとになるんですけども、今日3月7日は私の息子のですね、19歳のお誕生日ということで、はい、息子くんおめでとうございます。息子はいないんですけどね、ちょっと友達と出かけてて、いてないんで、帰ってきたらばケーキはお祝いはしようかなと思っております。そのケーキね、結構本当にね、美味しくてね、そんなめっちゃ高くないんですけども、ネットでね、注文して今ちょっと解凍中になります。またインスタの方にケーキはアップしようかなと思いますので、見ていただけたらなと思います。はい、ちょっとねタイトルにもある通りなんですけれども、姿勢レポートが完成しました。これに関してはもう本当にね、松田美希さんにもうかなりハイスピードで作っていただきまして、美希さん本当お忙しい中本当ありがとうございます。とってもいい紙面が出来上がりました。ちょっとまだすり上がってないんですけれども、すり上がる頃ちょっとね、バタバタしてるかなと思って、ちょっと、プリントアウトしたので、それでちょっとご紹介したいなと思います。はい、これが表面ですね。こんな感じで出来上がりました。やっぱりね、おむつの自動販売機に関してはもう本当にご好評いただいておりまして、もっともっとね、いろんなところに設置してほしいということで、お声をいただいているので、その、ご報告の紙面になってます。質問用紙と、執行部の答弁と、それは簡単にですけれども載せております。はい、で、裏面ですね。裏面は東松戸の中央公園 の、 フェンスですね。このフェンス、よいしょ、フェンスがもともとこんな感じだったんですよ。本当に大人の本当腰ぐらいまでしか本当高さがなくて、マジでボールむっちゃ飛んでくるんですよ。マジで危ないんですよ。で、これはどうにかならないかっていうことでちょっとお声もいただいたので、ちょっと執行部とやり取りをさせていただいて、今こういった生垣が植えられております。ちょっとね、これ成長するまでに結構だいぶ時間かかると思うんですけれども、フェンスをね、もうちょっと伸ばそうかって話もあったんですけれども、そのフェンスをね、高くしてしまうと、そのフェンス向かってちょっとボール遊びをしてしまうんではないかっていうことで、ちょっとね、生垣を植えて時間はかかるけれども、やっぱ緑があった方がいいんじゃないかっていうことで、こういった生垣が今きれいに植えられているので、そのご報告をさせていただいております。で、NHK 問題ですねは、この間、YouTube でもお伝えした通りなんですが、 NHK における住民票、除票の写しに関してですね、その署名資料の中に、契約書を添付するべきではないかということで、質問させていただいたその、内容ですね、きちんと署名資料の中に、契約書も、添付してもらえるということになって、義務付けられるようになったということのご報告、こういった形で作っていただきました。本当に美希さんありがとうございます。来週半ばぐらいから、これが配布できると思うので、もしお手元に届きましたらですね、ご一読いただけると非常に嬉しいです。はい、で、この、私のこの動画の後にですね、この間の代表質問、うちの幹事長、松戸未来クラブの幹事長大橋議員の方がですね、登壇していただいている様子をこの後にちょっと載せておきますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。8割9割自分で私が作ったんですけれども、本当に幹事長もですね、NHK 問題に関しては本当関心持っていただいてて、やっぱスクランブル放送するべきだということで言っていただいているので、そこも見ていただけたらなと思いますので、ではではこの後のYouTube どうぞご覧ください。 YouTube この後の動画ですね。はい、ご覧ください。では、松戸市より NHK をぶっ壊す。次に質問事項6、我が会派の中村典子議員が初当選以来質問してまいりました NHK 問題についてでございます。 NHK 衆議院に対しての苦情、受信料の件など多くの市民より相談を受け、
執行部の皆様に幾度となく質問してまいりました。その中でも2019年12月、2021年6月の一般質問で取り上げた NHK に対する住民票序章の写しの交付に関して、署名資料の中に契約書の提出を義務付けていただきたく要望を出させておりましたが、早速今年度契約書の提出を義務付けていただき、市民部長をはじめ執行部の皆様に心より感謝申し上げます。さて今回は先の12月議会でも市役所調査内の NHK 受信契約について中村議員が質問した各課の受信機の調査の結果についてお伺いします。12月議会の大塚部長からの答弁では、新規リースに切り替える際、テレビ受信が不必要な場合にはチューナーレス化を進めているため、チューナー付きカーナビ車両数は減少しておりますとのことでしたが、カーナビの契約状況は現在どのくらい減少したでしょうか。また衛星契約に関しても不要なテレビは処分し、契約の締結をしていただきたく要望しておりましたが、市として衛星契約の必要性についての認識を伺うものであります。以上1回目の質問です。次に質問事項6、 NHK 問題についてご答弁申し上げます。まずチューナー付きカーナビゲーションの車両数につきましては、先の12月議会にて減少している旨を答弁させていただきましたが、令和3年4月から令和4年1月末日現在までに車両の新規リースへの切り替えに伴い2台減少しております。次に衛星契約につきましては、議員ご指摘のとおり設置不要な場所があることも考えられますので、新年度に向けて各所属に対し必要性の有無を改めて確認したいと考えております。以上ご答弁とさせていただきます。